はいどうも、バルコネおじさんことルールカです。バルキリーコネクトね、2回目の動画になります。前回から、少しレベルが上がってストーリーも進めました。でちょっとね、あまりできてなかったせいでね、スタミナが溢れちゃってますね。はい。でそんなこともあって、まあダイヤは溜まってて、キャラの育成もそこそこ進んでる状態です。星2のキャラを2体ほど、星3にね進化させました。このヘイムダルっていうのと、この子メレ、進化させるとだいぶ強くなるんでね。守り抜く。はい。で、今日もね、ガチャを10連やって、で、その後、ゲームのね、基本システム的なところを、ご紹介できればなと思ってます。やり込みとかっていうのはまだ全然できてないんで、触りの部分紹介したいと思います。まだね、このゲーム課金もできないんで、このダイヤショップ、まだオープンしてないんです。なので、全員無課金なんですよ。だから、まだまだ、上位ランカーというんですかね、に追いつくことも可能ですのでね、ぜひね、これをきっかけに始めていただいてもいいんじゃないかなと思っております。はい。で、またね、私、セブンナイツほどはやり込んでないですけども、ギルドを立ち上げて、現在ね、2名しかいないという状態ですので、はい。まあね、ここら辺のギルドもね、大きくしていけたらなと思っております。はい。じゃあまずね、ガチャを、引いていきたいと思います。で、ガチャは、300ダイヤで、1連。で、40時間に1回、ダイヤ300が無料になるっていう感じですかね。で、ガチャは前回も説明したけど、キャラと装備が一色単に出てきます。で、割と装備の方が排出量率が高いですね。まあ、これはフェイトグランドオーダーの概念霊装とかと一緒の流れですね。だからキャラを当てるのは結構至難の技です。はい。で、マナガチャっていうのが1日5回無料。で、1回引くと10分。10分後に引けるようになります。まあ、1回引いてみましょう。で、これで剣をぶっ刺すと。おっと、ラッキーだな。主人公くんが手に入りましたね。はい。今のが、ソウルクリスタルって言うんですけど、キャラが手に入った後に同じキャラが出ると、ソウルクリスタルっていうのが手に入って、で、そのソウルクリスタルを必要分集めれば、キャラをワンランク、ワンレアリティアップさせられるというわけです。で、私の場合は今1ポイント手に入ったんで、あと2ポイント手に入れば、このシグルズ君を、星2に進化することができるという感じですね。はい。じゃあ、続いてね、これですね、10連ガチャね、ダイヤガチャ10連やっていきたいと思います。ヘルが欲しい。ヘルをね、進化させたいですね。私のリアル弟のネネポラリーはもうすでに進化させているということなんでね、星4を持っていると自慢されてしまったんで、私もね、兄としてね、弟は誇れる存在でありたいと思っております。はい、21個か。こりゃ厳しいぞ。なんかでっかい剣。なんかかっこいいやつ。ダークエルフっぽい。純粋な強さだけだ。君のために奏でるよ。うん、こいつ持ってるからソウルクリスタルになるのは嬉しいね。おお、早速かぶった。いいね。星2だと2体かぶってくれるといいんですよ。新キャラ。おお、かぶった。キャラがいっぱい出てくる。嬉しい。おお、新キャラ。
あ、この子もう進化できんじゃね。やべえ、神引きだまあ狙ったものは出なかったけど、私的には神引きですね。あと501でまた10連できるね。マジか。みんな元気になーれ。この子は進化できる。ルフレット進化させちゃおう。できる人はこれね、進化させると、まあ、これ見せられてすごく嬉しいです。エボリューション、そうすると戦力が結構上がるんですよ。これ100しか上がらなかったけど、このオーブで上げる以上に上がるんで、これはすごい。この子はまだか。さくら、手に入った星さんの子はどこだ。これか、くのいちもみじ。あーでもあれか、光栄か、光栄タイプか。強くなるかな。光栄タイプいっぱい持ってるんですよね純正の3のはやっぱり強くなるかな。この子はあれなんですよね、星2からパワーアップしてるんですよ。まあちょっとこれは育ててみよう。なんか装備してんだよねこれね。ちょっと育ててみます。育てるのも簡単なんですよ。あのこのマナが、あの緑色のやつ、マナ、こうマナなんですよ。これこれね、今タップしてるんですけど、これマナって言うんですけど、これ自分のプレイヤーレベルまで一気にレベル上げられます。で上げると上がったステータスを見ることができます。2490まで上がりましたと。でこの子は3341で、あとはこのオーブをセットして上げていく感じですね。マジか、これ取りに行かないとダメか。でこうやってね、足りないオーブがあったらすぐ取りに行けます。ここはちょっとせっかくなんでね、いろいろ見せたいんで、チケット、これスピードチケットって言うんですけど、これスピードチケットと、それに1回クリアするのに必要なスタミナかけるスピードチケットを使う回数で、一気にクリアできます。あー、ちょっとあと1個ですね。おじょしてみた。でこれで戻って、守り抜く。でこれでオーブ6つセットできるじゃないですか。でこのオーブを6つセットすると、今度グレードアップっていうところが光ります。でグレードアップすると、今2522の戦闘力が2765になるんです。こうやってパワーアップしていくんです。お役目完了。でこれオーブのかけらを合わせてオーブを作ったりとかもするんですよ。あー、これちょっと足んないのがあるねと思ったら合成すれば OK だった。で合成でセットっていう感じです。こうやってやってパワーアップしていきます。でこのここの部分の数だけパワーアップできるっていう仕組みになってます。でレアリティはみんな星5まで上がります。でレベルとレアリティと、あとグレードアップで、戦闘力が上がります。であとは装備ですね。で上がっていく、上げていく感じになります。でそれを見比べた時に、誰が強いかっていうので判断します。でグレードを上げると装備枠が解放されます。なのでより強く
強い装備をたくさん装備すればより強くなるんで、なのでグレードも非常に大事です。だからスタミナが余ってるようだったら、もうグレードアップどんどんさせちゃった方が早く強くなりますっていうことですね。レベルレアリティ1だから弱いっていうとは限らないんですよ。光るものが、例えば技スキルとかだったりとか光るものがあったりすれば、もうそれは強くなる。だから何が強くなるかわからないんで、まあ、非常に楽しいところなんですよね、それが。ただ今のところこの鎧騎士、私が使ってる鎧騎士がいるんですけど、このヘイムダルっていうんですが、こいつが他には代わりがいないスキル持ってますね。ゴッドプロテクションっていう技が、味方全員に物理魔法バリア、2ターン経過または最大ヒットポイント相当のダメージで消失。でこれはヘイムダルのヒットポイント分、最大ヒットポイント分味方全員を守るっていうスキルです。なので発動すればめっちゃ強いです。ヘイムダル今ヒットポイント5800あるんで、そこまでは耐えますというスキルになってます。めちゃめちゃ強いです。でなんか勝手に前衛に行くんですよこいつ。はい、じゃあ次はね、まあ、クエストはまあちょっとやってみてくださいっていうところなんですけど、他にイベントクエストがあって、まあレイドですかね、これがマルチプレイになってます。でコネクトバトルっていうふうにこのゲームでは呼んでます。じゃあちょっと せっかくなんでね、フェンリル降臨挑みたいと思います。難易度2で、これで、丸2なんですけど、このフェンリルのソウルが手に入ります。そうするとフェンリルをユニットとして使えるようになるんですよ。で、ユニットのフェンリルをどんどん強くしていくためには、この、フェンリルのソウルクリスタルが必要なんで、たくさんこう周回して集めていかないといけないんですよ。で、さらには、このフェンリルメダルとコネクトメダルっていうのが手に入って、このメダルで、商人から、買い物ができると。フェンリルメダルが、これはコネクトだけど、コネクトメダルが、76個あれば、この猫のオーブかけらが買えると。で、これ、フェンリルメダルが1000個あれば、フェンリルソウルが手に入ると。で、フルングニルメダルが1000個あれば、フルングニルのソウルが手に入るよとか、まあそういう感じになってます。なので、こう、周回するのは非常に楽しいです。無駄がない。それをいかに効率よく回るかっていうのが、この醍醐味になってきますね。じゃあ早速、やってみたいと思います。次へ進む。で、パーティー決めます。バトル。で、そうすると、パーティー、マルチなんで、他のプレイヤーを待つ画面になります。で開始まで5分。5分待ち続けることもいいですし、一人で参加しちゃっても、途中から参加してくることもありますんで、自分の力に自信があれば、このままもうバトル参加しちゃって OK です。私はだいたい一人来たら参加しちゃいます。来ないな。あ、来た来た来た。二人来たね。じゃあもう、やっちゃいます。名前出てこなかったけど。で、オートと。結構ね、迫力あるバトルが。これ自分がホストでやると、その、フェンリルメダルが、出ます。自分がホストじゃないと出にくい。出ない。です。ちょっとコーヒー飲みます。ゴッドプロテクション使ってほしいな。で結構ねみんな一斉に動いてるから若干処理落ちありますね。まだここら辺がどう改善されていくかはちょっと楽しみですけど。であとこの協力バトルをすると
あの報酬でダイヤがもらえます。これも美味しいですね。私の場合あと90回もらえるチャンスがあります。フェンリルメダルは手に入ったけどフェンリルは手に入らなかったな。こんな感じで結構あっという間に終わるんで、あの楽しいです。であとアリーナ、これねセブンナイツのアリーナとはちょっと違うんですけど、よいしょ、なんて言ったらいいのかな、自分のランクがあります。で自分のランク今タップしてるところですけど、自分のランクに対する報酬1時間にこれアリーナメダルが5枚もらえますよ。で今49枚溜まってますよっていう感じです。でこのアリーナメダルも商人で商売ができます。買うことができます。で下に自分の戦闘力が防衛パーティーがあって、で下に対戦相手ですね。でこちらの方が自分より格上の、ちょっと格上のやつで、真ん中が自分より少し危ない、自分より少し強い人で、ここが自分と同レベルぐらいの人、同ランクの人ね、能力ではないんです、同ランクの人なんです。はい。でそれをこうやって更新して自分の合った相手と戦っていくっていうような流れです。これしばらくやってない人、ランクは高いけど戦闘力は相手の対戦相手の方が上みたいなのとかが増えてきちゃうんで、あの定期的にやった方がいいです。そうじゃないともう負け確になるんでもう今私もそういう状態です。あ、やばい、今勝てそうな人いたんだけど、でも同ランクぐらいで勝てそうな人だ と対戦してもあんま順位は上がんないですね。さあ対戦よろしくお願いします。ここはもう完全オートです。あー、ヘイムダルやられた。あー、スクルダルやられた。あ、ヘイルやられた。負けたー。結構あっさり負けたな。装備が向こうの方が上だったのかな、わかんないけど。あれでもランクが落ちたりしないな。なんで？で、今すぐバトルをしたい場合は、ダイヤが50必要です。で、10分後ですね。そうじゃなければ。10分後になります。ランキング上位者になると、戦力はもう全然違いますね。これは、細かくわかんないですけど、全キャラ戦闘力なんですよ。所持している全キャラの戦闘力総合値みたいな。で私はまだそんなキャラいないんで3万5千しかないんですけど、1位の人は、アリーナで1位の人は10万5944。キャラをかなり持ってるみたいですね。でもパーティーだと5万5870。まあ、十分強いですよね。一人頭1万ってことだからね。単純にレベルが高いですね。37ってなってるから。このゲームレベル上がりにくいのここまで上がってんのはすごいな。無課金で頑張りますって書いてあります。すごいですね。この方はレベル38、6万。すごいな。ルーキーってもう、あれ？ゲームを開始して1週間以内。レベル30以下。なるほどね。私のギルドは7687位。まあ、これはギルドが獲得した経験値で測るみたいなんでね、報酬とかがあるのかもわかんないですけど。今のところ全キャラ戦闘力1位はこのとある冒険者さん。まあ、こんな感じのゲームシステムです。まあ、非常にね、やりごたえのあるゲームになってますね。だからキャラがどいつも強くなるっていう、だから育ててみないとわからないっていうところがあるんで、まあ、そこに非常に魅力を感じますね。はい。なので結構こちらのゲームをね、やり込んでいきたいなと思ってます。
で今は全然こうイベントにこうがっつり行けるようなそのレベルでもないし、ストーリー進行状況でもないんで、まあ今はひたすらストーリーを進めてね、ストーリーが終わるまでちょっと進めて、がっつりはまっていきたいなと、周回していきたいなと思っております。はい、今日はこんな感じで、終了したいと思います。またね、降臨のね、上級のものと戦っていけるようなところとかね、紹介できる動画とか出せたらなと思ってます。はい、これもね、プレイヤーランクが解放されないとね、いかないんですよね、レベル3とか。はい、私レベル18なんで、まだそこまでいけないんで。弟のネネポラリーはいけんのかな。うん、いけんね。24って書いてあるもんね。もう全然私よりやり込んでますね。全キャラ戦闘力も8万9000ってなってるし、すごいな。全然違え、どうなってんだ。はい、というわけでね、次回の動画もね、ぜひご期待ください。チャンネル登録、まだおすすめでない方、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いします。また、今回の動画が役に立ったよ、面白かったよ、という方は、ぜひグッドボタンをお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。